こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、大人の冬のスポーツミックスは、この5点だけあればいいというテーマでお届けをしたいと思っています。今回はですね、ゴールドウィンさんとのコラボレーションの動画になってるんですが、皆さんはゴールドウィンというブランドをご存知でしょうか 僕のこれ前の動画でも実は何回かご紹介したことがあるので名前は知ってるよという方はもう少なくないかなと思うんですがこのゴールドウィンというブランドは元々はスキーウェアを中心とするスポーツブランドだったわけなんですがここ数年ですねリブランディングをしましてライフスタイルカテゴリーというところにも力を注いでるわけなんですねスキーのようなスポーツだけではなくて街着として取り入れられるような機能性が高くてなおかつデザインがミニマルで使い勝手のいいですね ウェアを最近はですね、しっかりと提供しているんですね。まあ、商品の特徴としては、やはりですね、スキーウェアをバックボーンとしているので、高い機能性を持ちつつも、デザインには一切無駄がなくて、細部まで作り込まれていまして、このあたりの硬派でストイックな雰囲気が、結構おしゃれが好きな方にですね、評価されていて、まあ、最近では雑誌で結構紹介されていたりですとか、様々なセレクトショップにも置かれていたり、さらには国内の有名ブランドともコラボレーションをして商品を作ったりだとか、今 まさにですね、勢いを感じるスポーツブランドの一つなのかなと思っています。で、ゴールドウィンというのはスポーツブランドの中でもロゴ自体も洗練されていて、個人的にはとても好きなんですが、そういったものをあまり前面に出さずに、機能性とミニマルなデザインというところをですね、最大の強みとしてアイテムを作っているので、このあたりがですね、まさに大人の男性にはぴったりのブランドなんじゃないのかなと思っています。今回はそんなゴールドウィンさんの冬の商品を使いながら、 大人の男性のスポーツミックスをですね、具体的に5つ解説をしたいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ここからはですね、実際にゴールドウィンさんの商品を着ながらですね、大人の冬のスポーツミックスを解説したいなと思ってるんですが、 まず1点目はこちらですね。ゴアテックスインフィニアムパフィーコートというアイテムですね。これはめちゃくちゃいいです。実はですね、事前にこちらの動画を撮る前ですね、ゴールドウィンさの店舗に僕が訪れてきたんですが、その中でも一番最初に目に飛び込んできたのがこちらのですね、アウターだったんですね。ちょっと着丈が長めの中綿のコートになっているんですが、まずはデザインですね。これがめちゃくちゃいいなと思ったんですね。いわゆるですね、ちょっとミリタリーを感じるようなモッツコートのような デザインソースかなと思うんですが丈が長くてスタンドカラーですねこの襟のボリューム感もしっかりとありますし丈が長いことで一定の綺麗さというところも味わえるアウターになっているかなと思います前から見た感じと後ろから見た感じで丈の長さが違うの分かっていただけるかなと思うんですねこういった細部のデザインまでしっかりとポッてるのがまさにゴールドウィンさんの商品らしいなと思います、まあ、腰のポケットもですねこのように斜めについていてこの辺りもミリタリーディティールを感じるんですが 非常にデザイン性が高いというところ、ここがですね、個人的にはまずは気に入ったポイントなんですが、やはり商品の機能性自体もものすごく高くて、まあ、表面にはですね、先ほど商品名にもありましたが、 ゴアテックスインフィニアムを使っていまして、とにかく軽くて手触りもいい。そして防風透湿性があるので、普段使いには非常に使い勝手のいい素材になってるんですね。まあゴアテックスというと僕の中ではパリッとした質感をイメージするんですが、この素材はですね、かなり柔らかくて動作もしやすい印象があるので、僕にとってはすごく新鮮でしたね。で、この内側にはですね、中綿が使用されているんですが、結構最近はダウンではなくて中綿のアイテムというのも増えていまして、僕自身もですね、 私物で持っているゴールドウィンのコートなんですがそちらも中綿でできていまして昨年はそれで冬を越せるのかを実験してみたんですが十分すぎるぐらい暖かかったですそういった意味ではこの中綿でもですね十分保温性は担保できるのかなと思っていますで、この中綿自体も 海洋プラスチックゴミをですね、再生利用したようなエコ素材になってるんですね。そういった環境配慮した素材使いというところも結構ですね、ゴールドウィンさんの特徴の一つなのかなと思っています。そして腰ポケットにはしっかりとファスナーがついていて、使い勝手の良さも担保されてますし、中でも右の方はですね、セキュリティポケットがついているので、ちょっとした鍵だとか小物なんかもですね、収納しやすいようになってるんですね。このあたりも結構ですね、個人的には嬉しいポイントかなと思います。 持っています優れたデザイン性と機能性この両立をですねまさに感じるのがこちらのアウターかなと思うのでぜひ皆さんもですねチェックをしていただきたいなと思いますこのようなちょっとこうミリタリーライクなアウターにはですねコーディネートとしては内側にこういった 小綺麗なストライプのバンドカラーシャツを合わせてみながらですね、外側はちょっとカジュアルなんですけども、内側はシャツの小綺麗さをうまくミックスしてあげると、すごくバランスがいいかなと思います。で、ボトムスはですね、この後ご紹介するアイテムではあるんですが、ブラックを選んでスッキリシャープにですね、まとめると、 なかなかバランスがいいかなと思います。まあ、ゴールドミンスさんのカラーのイメージとしては僕の中ではですね、ブラックという印象が強いんですね。無駄がなく洗練されているシャープなブラックで全体をまとめながら一つだけアクセントとしてストライプのシャツを入れるというぐらいでも結構ですね、カジュアルと切れ目のバランスが取りつつ大人っぽいスポーツミックスができるかなと思うのでぜひ皆さんもですね、一つ参考にしていただければなと思っています。ちなみにこちらのこと今僕はですね、全部開けてきていますがこれ ボタンを閉めるだけでもだいぶ印象が変わるんですね。例えば真ん中のですね、二つだけかけるだけでもだいぶ雰囲気が変わるかなと思います。襟にしっかりとボリュームがあるので立ち上がりも綺麗なんですね。一応ですね、こちらにはフードが入ってるわけなんですが、個人的にはフードは出さずに、あえてスタンドカラーのボリューム感を楽しみたいなと思ってるんですね。まあ、このような形でちょっとボタンを押してあげるのもいいですし、あとはちょっと別撮りの動画を見ていただきたいなと思うんですが、 このような形で全部首元までボタンを閉めて下のボタンは外して内側のストライプシャツを見せるという着こなしもかなり個人的には好きなんですね。まあ、このように一着のコートでもボタンのかけ方で見え方が全然変えられるというところも含めてすごく便利なアイテムかなと思うのでぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。続いて2点目のアイテムなんですが僕が今着てるダウンですね。 これまたなかなか完成度が高くて個人的に気に入ってるんですが商品名はパーテックスカンタムダウンパーカーというものになります見ていただくと分かる通りシルエットはですね少しボリューム感があって表面には上品な光沢感があるようなダウンになってるんですねデザイン自体はフード付きのシンプルで使いやすいようなものになってるんですがシルエットだったり素材使いであったりこういった部分に今の空気感だとかトレンド感が感じられるようなですねそんなダウンに仕上がってるかなと思っていますちょっと前まではダウン というと結構コンパクトでなるべくシャープに見せるというものが多かったんですがここ最近はちょっとこのような膨らみ感もあってボリューミーなダウンというところが一つですねトレンド的な長いになってるのでそのあたりも感じるダウンジャケットで個人的にすごくこれはバランスがいいなと思っていますデザイン的にはすごくベーシックで使いやすいんですが個人的に気に入っているのは こちらのラインですね。見えますかね直線に見えるんですが、実は柔らかく曲線を描いているんですね。これがまさしくゴールドウィンさんらしいデザインなんですが、シュプールラインと呼ばれるもので、ゴールドウィンのバックボーンにあるスキーのですね、曲線的なラインを落とし込んでるんですね。左右対称にシュプールラインが描かれているのと、あと背中の部分ですね。こちらにも柔らかい曲線が描かれていて、 この辺りのですね、細部のデザインが工夫が効いていて、個人的にはすごく魅力的だなと思っています。で、表面の素材なんですが、先ほどもお伝えしましたが、パーテックスクアンタムという素材を使ってまして、これまた軽量で、肌触りもソフトで、めちゃくちゃ着心地がいいんですね。やはりダウンって表面の素材次第で全然見え方が変わってきますし、ここがチープだと、せっかくデザイン性が良くてもですね、あまり上品に見えないので、さすがですね、素材感にはこだわりを持って作られてるかなと思っています。 で、内側に使われているダウンもですね、こちらはリサイクル素材になってまして、日本が誇る高い洗浄技術を使って、再資源化されたものをですね、使用してるんですが、まあ実際に着てみるとですね、暖かいですね。撮影してる当日はですね、もう着てるだけでポカポカとですね、暖かさが伝わってくるんですが、一方で軽くて着心地がものすごく良いというところ、このあたりが最大の魅力かなと思います。まあ、スポーツミックスでこのようなダウンを使うときには、ダウン自体がすごくカジュアルなので、その内側に着るものは少し気 綺麗な要素のあるものの方がバランスがいいかなと思っていまして今回はですね内側にニットを合わせてみましたスウェットだとかパーカーもいいんですがこちらのダウン自体がボリューム感があるのでやや綺麗めに見えるこういった丸首のニットですね色はオリーブを合わせてみましたゴールドウィンツさんの商品は結構ブラックだとかモノトーン系が多いので内側に着るニットはですねちょっとこうトレンド感のあるようなアーツカラーのものを今回は合わせてみましたでボトムスもですね様々なものが合うんですがやはりダウンのボリューム感があるのでスッキリとシャープに ですね。色数を絞ってこういうネットするのがスポーツミックスにおいてはすごく重要かなと思うので、 ブラックを合わせています。で、足元はですね、いろんなスニーカーが合うかなと思うんですが、ちょっとこのようなですね、ミディアムグレーぐらいのスニーカーなんかが非常に相性がいいかなと思うので、ぜひですね、こういった大人のスポーツミックスもですね、皆さんトライをしていただきたいなと思っています。このダウンの面白いなと思う点はですね、パッと見の第一印象よりも何回か着てるうちにじわりじわりと自分の感覚にフィットする感じがするんですよね。派手さはないんだけども、素材の見せ方だとか、細かなディティール、シュプルラインも含めた部分ですね、 こういった部分にも魅力を感じますし、このように開けてきてもいいし、それとはまた別に閉めてきても全然変わってくるんですね。こちら見ていただきたいなと思うんですが、しっかりとジップを閉めて、首元にボリューム感をしっかりと出すという着こなしも、これはこれでめちゃくちゃいいんですね。首元までしっかりとダウンチューブが入っているので、暖かいですし、空気もしっかりと遮ってくれるので、そのあたりもすごく心地がいいですし、あとはですね、ジップを全部閉めた後に、こちらダブルジップになっているので、下をですね、半分手前ぐらい ぐらいまで開けて下に着ているニットを見せてあげるという着こなしもめちゃくちゃバランスがいいんですねそういった意味では1着あれば様々な着こなしに振ることもできるのですごく便利な1着かなと思っていますぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っていますはい続いて3点目のアイテムなんですが僕が今着ているこちらのですね中綿のジャケットなんですね商品名はインサレーテッドロングスリーブというものになるんですが これまた使い勝手がめちゃくちゃいいですね。このような中綿のアウターというのは季節によって使い方が変わるんですが、例えば秋の終わりから冬の初めであれば、これ自体が一番外側のアウターとしても活躍してくれるかなと思うんですね。中綿のアウターなんですけども、そこまでですね、ボリューム感が強く出ないので、普通のブルゾン感覚でサクッと羽織ることができるので、こういったアウターって僕は大好きなんですよね。で、襟元もスッキリとしたような デザインンにになっっっててていいまままししし、ま、さに今のトレンド感もしっかりと漂っていますしこのような襟型だと、後ほどご紹介しますが、重ね着にもめちゃくちゃ便利なんですね。秋から冬の前半にかけては、一番外側のアイテムとして使って、それ以降はインナーとして使うことができるので、ミドルレイヤー的な立ち位置のアイテムでもあるんですね。そう考えると、使える時期が結構長くて、 秋、冬、春ぐらいまでこういったアイテムというのは一着あると活用することができるのですごく便利なアイテムかなと思っています。で、また細かいところなんですけどもステッチがですね、なるべく目立たないようになっていましてすごく見え方として上品なんですよね。で、袖口だとかそのですね、バインダーですね。ここもすごくですね、細くしてあることで目立たないようにしてるんですね。全体のデザインを損なわないように細かな技術を集積して出来上がって っていうのが、このですね、中綿のジャケットで、このあたりのストイックなデザインっていうのが、やっぱりよくできてるなと、改めて実感をしました。あとは色ですね。先ほどまでは中綿のロングコートも、ダウンもブラックを選択しましたが、こちらもブラックもちろんあってすごくいいんですけども、今回ですね、個人的に気に入ったのが、こちらのグラファイトグレーというカラーなんですね。すごくいい色合いです。グレーなんだけども、 ちょっとグリーンを感じるような曖昧な色使いになってまして、この色に僕は惚れ込みましたね。モノトーンの着こなしの中にも馴染みますし、その中でもですね、少しブラックに比べると明るさも出せますし、これはアウターとしてもですね、ミドルレイヤーとしてもすごく活躍してくれるようなカラーかなというふうに思っています。で、素材なんですが、外側に使われているのは、パーテックスクアンタムエアというもので、これまた軽量で通気性も兼ねているんですね。というのも、この上にアウターを羽織ったりした時に結構あったかくなるので、 適度な通気そのあたりの緑レイヤーとしての機能もしっかりと果たしてくれていますし中綿もまたこちらリサイクル素材で環境をしっかりと配慮しているのでそのあたりの世界観も含めてやはり満足度が非常に高いのかなと思っていますまた携帯性もすごく優れていてコンパクトにですねまとめることもできるので旅行なんかで1着持っておくのもすごく便利かなと思います派手さはないんですが細部までしっかりと作り込んでいて様々なシーンで使いやすいアウターとしては非常にす 満足度が高いのでぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っていますちなみにこのような中綿のジャケットに関してはコーディネート結構簡単で内側に着るものはですね ニットでもいいですし、あとはそんなに寒くなかったらもうロン T の上に着るのもいいかなと思います。さらに寒くなってきたら、モックネックのニットだとかカットソーさらにはタートルネックのニットとかカットソーですね。このあたりを合わせてあげるとすごくバランスがいいかなと思います。それだけではなくて、意外とシャツとかとも相性が良かったですので、意外と様々なアイテムともレイヤーができるかなと思います。で、ボトムスに関してはブラック系で引き締めるか、もしくはホワイト系のパンツなんかでも意外と相性がいいかなと思うので、ぜひそういったものとも合わせていただきたいなと 思うんですねでこのアウターの一つの魅力としてこの上にですねアウターを着るという着こなしもすごくバランスがいいのでちょっと私物のものをですねこの上に重ねてみたいと思いますはいということで中綿のジャケットの上にですねこのようなロング丈のコートを合わせていましたこれはですね秋に活躍するようなコットン地のモッズコートになるんですがこのようなアイテムって単体だとそんなに暖かくはないので 秋には着れるんだけど、冬の中ぐらいまではちょっと厳しいかなと思うんですね。まあそういった時に内側にこういった中綿のジャケットを持ってくれば、かなり着れる期間が延長できるのかなと思っています。内側にこういったものを仕込むだけで、レイヤードの効果もあって、よりですね、奥行きのある着こなしにもなるので、まあこのようにですね、コットン系のステンカラーコートだとか、モッツコートだとか、 秋のアウターをですね、うまく使用期間を長くするという意味でも、すごく使い勝手がいいかなと思うので、ぜひこういった着こなしも含めて参考にしていただければなと思っています。続いて4点目はですね、僕が今着ているこちら、スウェットですね。こちらはリポーズブラッシュドバックスウェットシャツという商品名なんですが、これはですね、僕にとってはめちゃくちゃ馴染みのあるアイテムなんですね。というのも、こちら今着ているものは最新の今年のモデルなんですが、 僕は数年前に同じシリーズのアイテムをですね、愛用していまして、これもワンマイルウェアとしてですね、使い倒した経験があるんですね。見た目自体はですね、結構使いやすいようなスウェットになってるかなと思うんですが、細かく見てみると、デザイン的にもすごく使い勝手が良くて、ベースはグレーのスウェットというところでクラシックさがあるんですが、肩がちょっと落ちていて、現代的なシュエットになっていたりだとか、この胸元ですね、V ガゼットというですね、ヴィンテージのスウェットによくあるようなですね、 そういったディティールが再現されていたりですとか厚みも含めて非常に使い勝手の良い,いスウェットになってるんですね結構単体で見るとカジュアルに見えるようなスウェットなんですが実は隠れた名作のアイテムだと思ってまして意外と使い勝手が良くてこの上にですね先ほどご紹介したような中綿のジャケットを着るだけでも十分に様になりますしダウンの内側に着てもですねすごくバランスが良かったりするので一枚あるとすごく便利なアイテムなのかなと思っています主に僕は部屋着からワンマルウェアとして使うこと が多かったんですが ま、今回のこちらのスウェットに関しては、よりデザイン的にもですね、アップデートされているので、外着としても十分に活躍してくれるようなアイテムかなと思います。まあ、このあたりのベーシックなアイテムも日々進化しているのを改めて実感をしました。で、なんといっても、こちらのアイテムで見逃せないのは、機能性ですよね。このリポーズシリーズというのは、光電子テクノロジーというものをですね、採用していまして、これがですね、めちゃくちゃ快適なんですよね。この光電子というのは、着る人の体温から放出される熱ですね。 を持続させることで、まあ、常に快適な状態を保ってくれるという効果がありましてその結果快適な状態がずっと続くというところで、まあ、一度来てしまうとやめられない魅力がありまして僕自身はこれは体験があって一度買ったものがあまりに快適でもうすでにクタクタなんですけどもなかなか捨てられなかったんですよねそれぐらい着心地が良いのでぜひ皆さんにも体験していただきたい商品かなと思うんですねデザイン的な使い勝手の良さとあとはですねこういったテクノロジー 両輪で、メインで使われている素材自体もオーガニックラフィーコットンというものを使っていまして、こちらは糸を作る工程で落ちた綿をですね、再利用して作られている素材なんですね。そういった点でも環境が配慮されているような素材使いになっていまして、なおかつ、この風合いもちょっとヴィンテージライクで、個人的には 結構心をつかまえた点なのかなというふうに思っています。パッと見こちらも派手さのあるようなアイテムではないんですが、とにかく肌触りが良くて着心地が良いという点。さらには、コーディネートも様々組みやすいという点では、欠かせないアイテムかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目はですね、先ほどから僕がずっと履いているこちらのボトムスですね。もう名作と呼ばれるようなアイテムで、 ワンタックテーパードアンクルパンツという商品ですね。これはですね、おしゃれが好きな男性であれば結構知ってる方もいらっしゃるのかなと思います。しっかりとトレンド感を抑えたようなワンタックの入ったワイド感のあるパンツではあるんですが、膝から下にかけてテーパードをかけているので、だらしなく見えないというバランス。僕自身もこういったボトムスがすごく好きで、いろんなブランドのものを買ってきましたが、まあ非常に特徴的な一着に仕上がっていまして、シルエットは しっかりとトレンドを抑えながらも使い勝手のいいようなデザインになっているんですが、やはり素材使いですね。ゴールドウィンの商品ということで、 機能的で使いやすい、快適というところも含めて、まあ、バランスが非常にいいんですよね。僕の中でスポーツブランドでこのようなアプローチをしているところって、あんまりパッと思い浮かばないんですが、デザイン性、トレンド感、そして素材使いの機能性、このあたりを備えたボトムスでは、僕の中では使い勝手はものすごくいいんじゃないのかなと思っています。まあ、素材はですね、ナイロンがメインになっているんですが、まあ、ツイル状になっていまして、どこかヴィンテージライクな表情にも見えるんですよね。この,辺りの 素材使いのうまさもですね光るアイテムだなと思いますしこちらのボトムスってフルレングスのものと今回履いているアンクル丈のもの2種類あるんですが ま、最初からですね、ちょうどいい丈の長さになっている、このアンクルバージョンが、裾上げしなくていいので、すごく使い勝手がいいかなと思います。僕は身長164センチ、53キロと小柄なんですが、まあ、このように履いた状態で、ちょっと高の高いスニーカーでも、少しだけたわみができるか、ノークッションか、それぐらいのバランスなので、すごくこれは使い勝手のいいバランスかなと思いますね。で、生地はですね、あまり厚すぎず、薄すぎずというところで、これだったら1本あれば、通年使えるのかなと思います。僕自身結構 ズボラなところがあるのでこのような素材、オールシーズン使えるというところもすごく嬉しいポイントかなと思っています。で、結構特徴的なのがポケットの付け方なんですよね。まあ、前面は普通なんですが、腰ですね。後ろから見た時に、お尻のラインに沿うようにこのあたりにポケットが付いてるんですね。見えますかねここが大容量のポケットになっていて、 結構な荷物量が入るので、このあたりもスッとこうポケットが入りやすいですし、なおかつたくさんの量の荷物を持ちやすいので、まあ機能性を改めて実感できるようなボトムスになってるかなと思います。通常のアパレルブランドでは表現できないようなですね、使い勝手の良さ、機能的な素材使い、そして細部のデザインのこだわり、このあたりが感じられる非常にですね、完成度の高い一本かなと思うので、ぜひ皆さんもですね、チェックをしていただければなと思っています。 はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、大人の冬のスポーツミックスは、この5点だけあればいい、ゴールドウィン編ということでお届けをさせていただきました。まあ、実際にですね、様々な商品に袖を通してみて、改めてですね、ゴールドウィンが持つ世界観っていうのを僕自身実感をしました。まずはですね、機能性というところですね、ここに主軸を置いているので、着心地はいいし、軽いし、暖かいというところは、一つ全体の共通点としてはあるのかなと思うんですが、 やはりデザイン性の高さですねここも見逃せないポイントかなと思っています細部まで一切の無駄がなくて作り込まれているデザイン自体にすごく魅力を感じるんですよねどんなに機能的に良くてもデザイン的にしっくりこなかったらやっぱり購入するのをためらう部分が僕の中にはあるんですがまずはですねデザイン性が非常に高くてなおかつそこをですね後ろからしっかりとカバーするような機能性の高さこのバランスがゴールドウィンのまさに魅力かなと思っています決して派手さのある ブランドではないかなと思うんですがだからこそ日常に溶け込みやすいかなと思いますしコーディネートもいろいろと組みやすいかなと思うのでぜひ皆さんにもですね今回の動画をきっかけにして実際の商品を手に取ったりだとか試着をしてみていただければなと思っています今回ご紹介した商品に関しては下の概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひそちらからチェックをしていただきたいんですが、まあ、それ以外にもですね店舗に訪れていろいろと試着をしてみるのもいいかなと思うのでよかったら参考にしていただければなと思っています 以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。